新宮城は、秋国造入り省。現在の広島県広島市朝北区壁町、下町屋に存在した、日本の城。根の谷川と桐原川が合流する地点の丘に、作られた山城。標高は、低いが急瞬で険しい地で、三入高松城の市場である。この場所は三入新城への入り口にあたり、そのおさえとして重要視された。現在残されている遺構は、 最高所のクルワとその南の山入りや神社境内が立つクルワのみで、周辺は住宅地や農地として地形が改変されているため、城郭の全体構造を把握することは難しい。現在、地域の信仰を集める山入りや神社が新宮城跡に建っている。この八幡神社は、熊谷市が貝の国から官城車両を寄進して保護に努めていた。 この新宮城は熊谷市の一族、末田氏が支配しており、軍中国軍史によれば、末田氏が元気年間から社職を務めていたとの記載がある。元気三連には熊谷高直が同性本省を寄進している。この本省は現在、広島市指定の重要有形文化財に指定されている。三入高松城が廃城となった。 天正19年頃に廃城になったと推測される。城は亡くなったが三入谷矢神社は存続し、現在も社職は末田氏が務めている。境内には沢羅神皇のものとされる石積みが残っている。三入谷矢神社のある新宮城から南に延びる尾根の最南端にマリコ山という低い山が存在していた。 1976年8月に発掘調査が行われ、この場所から約2000年前の女性と推定される、全身の骨、そして左腕にはまったままの貝で作られた腕輪が発見された。調査の結果、この狭い領域に子供用の石棺を含め15基の石棺が発見された。当時は数十基の石棺が存在したが、新宮城の築城や、 神社の混流等で破壊されたと推定される。貝の腕輪に使用された貝は、沖縄近辺の海にしかいない種類で、九州では数多く発見されているが、中国地方での発見は、非常に珍しく、このマリコ山墳墓群で出土したものが、最大の大きさであった。現在の山、入り周辺を支配していた豪族が、極めて大きな勢力を誇っていたことが伺える。あとに、 マリコさんは、造成によって破壊されてしまったため、会の腕輪は、広島市文化財団が保管し、女性と子供の石棺は、広島市立壁小学校で保存展示されている。ありがとうございます。